口にに出さずに読めましたそう早めのパブロン <laughs> 早めに今日行動しないとね得点加算されない可能性が出てきちゃう皇帝ペンギンギだよ結構さ女性の方は自分のことに対して否定的な方が結構多いからさすごい。 周りにチー君の周りにいる人は幸せになれると思うよでもほんまにかわいすぎる <laughs> こういうことねこういうところよこういうとこよ皇帝ペンギンだわこんにちはあ和正さんありがとう100回目の訪問だって和雄さんかごめんなさい だねこれはこれに関しては絶対にのんぺしみ後天的な条件反射どういう意味どういう意味,どういう意味よく言われますあこんにちはあありがとう星をあれこれめちゃくちゃ助かりますこんにちは すごいサトで叫び声が聞こえる。それパブロフの犬やないかい。待って、パブロフの犬がわかんない。<laughs> モグリンすいません。オッケーやで。オッケーやで。パブロンじゃないの。<laughs> パブロンじゃないの。それ早めのパブロンじゃないの。<laughs> ライライがねまだ帰ってこないの私寝ちゃってた今寝起き50分にアラーム合わせた親 <laughs> 知らず抜いたんだおかゆとかがいいんじゃないライ何食べてたっけライ親知らず抜いた時おかゆ食べてたわえボケ殺したん今マジ叫んでるの文句じゃないよね ムンクかもしんないね <laughs>。この叫びはムンクの可能性がある。おかゆさん。めっちゃ寝てた。今日ずっと寝てたの。めっちゃ寝てた。なんか、今日一生寝てられるなって思ったぐらい眠い。多分夜もちゃんと寝る。お仕事中なので潜ります。どうぞどうぞ。パブロン飲んで寝よう <laughs>。頭痛いの あ隣の家ムンクなんだよね。いや嫌じゃないそれ <laughs>。なんか、童話に出てきそうな。武井さんちは今日ドリアにしようと思ってる。ドリア。ライライのリクエスト。ドリア食べたい。ドリア食べたいってライが言うからドリアにする。これやばい。パブロフの犬が分かんない。 オーバーバしない今日はねいけた今日は16時過ぎからやっただから58分にランキングを読んで早めに終わることを心がけるよえのーえびドリアドリア少年 <laughs> ドリアンのドリアン少年はちょっとダメだったけどドリア少年でいくわだから今日はあれにしたミートソース作ったミートソースとホワイトソース作ったから ミートソースとホワイトソースのドリアにするお米はバターライスにするよカロリー高いだろうね <laughs> 高そうなカロリーのご飯作ってるわ食べれそう <laughs> ミートソースあの口の穴開いてるとこに入っちゃわない ライの唇で借りようなんかあれじゃん伏地になってるよほどさん,なんて言ったミートくんって誰 <laughs> 誰そうだよカロリーが美味しいんだからまだバレてないだバレてもそんな言わない気がするあの人も使うからさ私の唇に。 人の唇に全然使うから筋肉マンにの横にに私筋肉マンしか分からへんラーメンマンと筋肉マンしか分からへん筋肉マンの世界の住人こないださ全然関係ないんだけどさ知ら知らないおじさんじゃないわめっちゃ知ってるおじさんにね遭遇したのおじさんというかおじいちゃん まあ正体はうちの友達うちじゃないわ妹の友達のおじいちゃんなのよおじいちゃんがいて歩いてたところに遭遇したのねだから「こんにちは」って言うじゃないですか知ってるからさ「こんにちは」って言ったら「ああ自分の孫さんのねお名前言って何々の友達か!」って言われて妹と間違えてんのよ「<laughs> 違う違う」って <laughs>「ちゃうちゃう」って まだね、私と間違えんのは、まだわかるやん。5歳やん。5歳しか離れてないから、まだわかんねん。で、それをお母さんに言ったねいや、あんたまだええやん。ママ間違えられたで、ね。って言って。<laughs> お母さんは、孫と同い年か。って言って。<laughs> いや、娘の方が年近いわ。言ってたよ。いや <laughs>、全員多分、全員ラインに見えてるんやと思う。 台湾レッスンさん、100回目の訪問だってありがとう。よく見て、手足ちょっと短いでしょって。うちのお母さん、よく見て、ちょっと。<laughs> 見て、世代が違うでしょちょっと。って。いや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 、もう誰でもええやん、それ。もう全員、ライアンっていう話になった。ライが怒ってた。なんでよって。ライこんなん受けてるってこと いや有名人なわけじゃないんだけど友達のおじいちゃんなのだからよく遊びに行ってたのよそのお友達のお家にねライバーだから知ってるんだけどでも全員ラインに見えちゃうっていうフィルターがかかっちゃったよくあるよね私とライ間違えればよくあるこれ上の子下の子ってよく聞かれるあったら。 おじいちゃんのね、おじいちゃんとかおばあちゃんのお知り合いの方に会ったらさ「えこの子上の子下の子?」ってこれしょっちゅう聞かれるね背がさ <laughs> 顔を見たらこっちの方が多分吹けてるなーと思ったけど背があれでかいな <laughs> でかくないかって真ん中の子やなおらんねん <laughs> 怖い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  ちさん今やってはるんやほお、枠クけ中華あカフェにいるんだいいななんかいみちさんおしゃれなカフェとか詳しそういいないいな カフェね。カフェ、喫茶店なのかどっちかはちょっとわかんないんだけど、私星、星のコーヒーに行きたいんだよね、今。あの豆が食べたい、星のコーヒーの。ラムちゃんに間違えられるか <laughs>。それちょっと、どういうことってちょっと怒るかもしれない。え、そんな毛深い <laughs> 私、そんな毛深いって。どういうことそれは <laughs>。似てないやろ。 カフェね。星のコーヒー知ってるコメダじゃなくて。え、星のコーヒーってった今。星のコーヒーって知ってますどこにでもあるよね。星のコーヒーは。あるよね。全国区だよね。星のコーヒーも好きなの。あの、パンケーキがふわふわで美味しいところ。可愛い,いってことで。 でもよく「ライ」と「ラム」は間違えるね言い間違いが発生するね「ライちゃん」って怒られてるよくラムちゃんがあそうなんだあやちゃん香川に行ってくだすってるの <laughs> くだすってるんだ旅行 いいな香川県うどん食べたいでもあれだよね早朝に行かないといけないんだよねうどんをあのー、なんだろう手作りのうどんを食べるにはラームちゃんはなんて言っても振り向くよ「そこのイケメン!」とか言っても振り向くし <laughs> なんて言っても振り向くよ モール様とか言っても振り向くから適当に呼んでるね一向に覚えないから名前覚えないんじゃないかなもう多分覚える気がないんだと思うあの本人が本人にやる気を感じられませんあ今日撮影なんだよみちさん多分ね餌だ餌だってなってるサララーンって言っても何って顔するよ何何餌 何,餌くれんな何でも振り向くよあとビニール袋の音が一番振り向くよ「餌だこれ餌入ってるわ」って「餌くれるわ」って思って振り向いてくれるよ一番のファンサくれるのはビニール袋持って呼ぶのが一番今ライブ中もしや昼公演中カサカサカサってやってこうやってカサカサカサってしたらファンサもらえるからね でも、カサカサしたら餌あげないと可哀想だから、カサカサしたら、まあ、なんだろう。わざと、わざとのカサカサは餌あげる。わざとじゃないカサカサはもうあげないんだけど。いないね。今なんかい、行きますって言ってた方々がみんないないから、まだ公演中なんかなーと思って。二次会演って言ってたもんね。ここ点か、今日は。公演中だなここ点だわ。 わいいなこココテンココテンはまた出たいね腰集め忘れてたココテンんだろうアイドルに戻りたいかって言われたらそんなことないんだけど公演はやりたくなるねん <laughs> か一人で踊っとくぐらいのあれでさっきから椅子からずれ落ちてるわ私 今日だけでも行きたい方、ここ点ここ点狙いあそうなんだドラさんロッキーフューチャーなんだ全然ねあの何ライブスケジュールを知らないんだよね瀧コンサートのスケジュールが分かんないからあれなんやけどそんな感じなんだええー、その日によって違うんだ MM さんレベオめーありがとうだるまーナイスだるまーありがとうございます <laughs> でも今から頑張れば <laughs> 先生だからねこの枠の先生だから朝はあさんはあそれもねスクランブルエッグの編集長さんが書いてたから見た「星集めゴーありがとうーナイスー」 あのやっぱ武井はライブ情報にとか公演情報は基本スクランブルエッグの編集長さんから頂い,いてるところがあるツイッターツイッタースクランブルエッグ編集長さんみんなフォローしてるもう ?48 の情報めちゃめちゃ流れてくるからおすすめですよちなみに <laughs> めちゃめちゃおすすめよ 120曲披露ってもうすごいよねあしてるみんなしてたわ <laughs> みんなしてたわ「せとり」とかも出てくるもんね「誰々がセンターしてました」って書いてるからいいよねあれこれで泣きましたえな何それ待ってついさっきは私寝てたからその新情報については分かんないよ ツイートは多いね。全グループだからね。NMB だけじゃなくて、48全体的にツイートしてくださるから。こんにちは。でもそこ見とけばわかるっていうところがいいよね。<laughs> あれなんかなんか新しい情報。なんだろうなったらもう、スクランブルエッグの編集長さんを見たら大丈夫。メンバーですら、フォローしてよ フォローしてよね <laughs> そしてしてあげてよえあれなのタイムラインに流れてくるのが嫌ってことああ、亀子さんすごいよねあんな動いてるところあんなに綺麗に写真撮れるって本当にプロだと思うわざわざさらちゃんで検索してくれてる <laughs> さらちゃんサラちゃん赤だからねツイッターは武井紗良じゃなくてさらちゃん赤であれしてるからキャメロンそうだよキャメロンも写真撮ってくれるんだからデジカメでそうだよライブの時はひっそり私はキャメロンも探してるよキャメロンどこかなーって <laughs> どの辺にいるかなーって探してましたそうキャメロンもググタスに載せてくれるからね ライブの写真はググタスに載せてくれるから <laughs> いい写真撮ってくれるよね上手だよねなんか日に日に上達してる気がするう <laughs> そうなんだググタスグーグルプラスググタス 私ググタス好きだよ面白いしググタス好きだけどね <laughs> 知ってるよボケてるだけ <laughs> 知ってる知ってる私がいた頃からもうなくなっちゃってたよでもググタスはしてたググタスはしてましたねでしばらくしてツイッター以降になりましたねレフは言うな <laughs> あかんあかんキンクキンク禁止ワードよ ななのかなツイッターがすごい主流になっちゃってメンバーもツイッターだって18歳以上の子たちが確かねあのツイッター OK だったからあれなのかなみんながツイッターになっちゃったからあれなのかなググタス投稿しなくなっちゃったからなのかなみんながそっからなのかな みんなググタス入れてましたちなみに <laughs> ググタス入れてくださってました <laughs> 755もあったねあそうなのその日にちょうど公演が当たったんだあまだまだまだ入ってんのググタス えぇ。1個目。ググタスって画質どうだったちょっと悪かったそんなことはなかった落ちてはない私、イメージ的にググタスに1回載せた画像1回画質落ちてたようなイメージがあった。画質は落ちなかったっけ ?755 もググタスも入ってはないな。前の携帯充電させたら入ってるかもしれない。前の前の前の携帯ぐらいの。3台前ぐらいの携帯だったら。 えガラケー時代だったのか確かにその時代の写真をそもそもあれか写真自体がそもそもあれかその時はもう画質が悪々だったかあー公園で初生さらちゃんレジスタンスだったその時は何のユニットしてたんだろうリセットだもんね何のユニットだろう,もうリセット何のユニットしてるか分かってないな自分で <laughs> 何のユニットしてたんだろうこんにちはうさぎさんだああ行けたら行くなってありがとう移動中なのかみんな多分今日夜忙しいよね夜公演もあるしコンサート行く方もいるだろうし21時ちょっと早いしねいつもよりユニットコンプしたよしっかりコンプさせていただきやしたぜ あ、経過時刻出してくれてる。ちょうどぐらいだね。ちょっと早めに。怖いから、2時25分ぐらいに一回ちょっとランキングだけ読んどこうかな <laughs>。ちょっと怖いよね。早めのパブロンで行こう。こんにちは。劇場の鬼 <laughs>。劇場の鬼って <laughs>。めっちゃ怒ってた人みたいじゃない劇場で切れ散らかした人みたいになってる。ちょっと今日は早めのパブロンで行こうと思う。 あ星集め言ってくれてありがとうナイスあここで終了スクランブルエッグ編集長さんの情報終わりましたほんとだねみんなここで終わりの方が来てくださってる由美 <laughs> さん優しいんだよ石田先輩はね優しいんだよほんと あほんとギリギリ攻めていくギリ攻めていくだって私の卒業公演の時に泣いてくださってたんだよだって同期じゃないしチーム同じになったのも初めてだけど 優しい先輩よ卒業公演の日も語り合ったしね一日 <laughs> 夜ね夜ホテルで語り合ったからこんにちはえこないだその公演見てくださってたのこんにちはいやーそうなのよ優しい先輩なんよ 会いたいですね先輩お茶お茶をしに行きましたあよしよししてたあ投げ切りましたありがとうございましたナイスでございました泣きそうやって公演全部見てくれたんだもう一番最後の DMM の 一緒にねあの紅茶を飲みに行きましたあの卒業してから前歯も出てたでしょ今よりちょっと痩せたよねやっぱあの頃に比べたらめっちゃデブだったのあっ最終仕事間に合ったありがとうナイスやっぱちょっと綺麗になったほら,ーほら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  踏んだ、あ、ちょっと絶対嘘じゃん。あ初はじめまして。初見さんありがとう。来てくださってありがとうございます。あそうなんだ。よかったね。楽しめたみたいで。ちょっと早めではあるんだけど、ちょっと夜怖いから、一応早めに切っといていいこの枠。ランキングを発表させていただきます。13位、ゆってぃさんです。ありがとうございました。 12位、王御さんです。ありがとうございました。11位、のりのさんです。ありがとうございました。10位、西安さんです。ありがとうございました。9位、ナンバーのセレビーさんです。ありがとうございました。8位、ナるケンさんです。ありがとうございました。七位、サカッチさんです。ありがとうございました。6位、ホトさんです。ありがとうございました。5位、アさんです。ありがとうございました。 4位、パインアメさんです。ありがとうございました。3位、人よさんです。ありがとうございました。2位、トヨタさんです。ありがとうございました。そして1位は鹿と並んで、ハ、は、イ、い、さんです。ありがとうございました。ちょっと早めにランキング読んどこう。怖いからね。いや、だって、もう位、イベラスの日、怖いんだもん。<laughs> イベラスの日、ちょっと何かあったら。 怖いなと思うのでちょっと早めに切らせていただこうかなと思いますこの後はもう時間通りに始めて時間ぴったりに終わりたいと思います <laughs> ちょっと早いね読んだのちょっと早すぎたなとは思うけどちょっとランキングだけでも先に読んどかないと後でバタバタしちゃいそう 大週だ,だけでもカウントだけでも大事なのでもしよかったらねご協力いただける方はぜひご協力お願いいたします早めの行動が癖になってるないいことなんちゃう <laughs> めちゃめちゃいいことなんちゃうありがとうみんなカウントしてくれてるよナイスカウントありがとう ただ今すぐ切るわけじゃないのでねよかったらカウントお願いしたいですご協力いただけると嬉しいです29分まであの開けとくから貢献ポイントで分かるのか1から50までお願いします29分になったら配信ちょっと一旦切らせていただこうかなと思いますそうなんだよね人数はいるのになって思うもんねそうなると。 なんか今後ねご協力してくださる方の人数が増えたらいいな <laughs> ね、協力してくださる方のイベントにね協力的な方が増えたら竹井も頑張ろう <laughs> 頑張っていこうなわけないなわけないっていうのやめてもらっていい 広さんみたいになるよそれってあなたの感想ですよね <laughs> 悲しい悲しいありがとうみんなカウントしてくださってる頑張ろう頑張ろうあと一枠だからね頑張ろうそんなことないよ <laughs> そんなことないよって言わないでよ 竹を見たくてそう,だよよろしく <laughs> うまいなつなぎがうまかったなやばい喉がガスガスだ声が変になっちゃったこんにちはよし一旦切らせていただこうと思いますちょっと超えるとねさすがに怖いので。 ちょっと1分前には一旦ちょっと切らせていただこうと思います。この後は21時からイベラスなので、もしよかったら最後まで応援していただけると嬉しいです。えーと、夕方配信皆様ありがとうございました。えーやさんがめっちゃだるまさん送ってくださってるよ。ナイスだるま釣りありがとうナイスだるまさんありがとうありがとうございました。ではでは、あ、開始時間出してくれてる。終わろうかな。 やばくなってきたね。ちゃんと切れてるか確かめる。あの、切れてなかったらまた教えて。<laughs> ではでは、ありがとうございました。また後でね。